めくです。今日なんですけど、日暮里駅に来ました。と谷中銀座で、まあ、ちょっとブラッとしようかなと思って、まあ、来たんですけど、なんとあのカメラ忘れちゃって、ちょっとだけブラッとして帰ります。はい、映像を楽しみください。人いないね。来るの初めてですか？2回目かな？数年前に1回来たことあるね。ちょっと気合い入れてお昼を抜いてきたのに、ちょっといいお皿があるし、ちょっと料理が入るから、昨日はメンチカツ作ったんですよ。お、すごい。揚げ物したってことですか？揚げ物はよくするあ、へえ。いいですよね。うん、お弁当箱タッパーでしょ、梅子さん。お腹いっぱいコースで。お腹いっぱいコースで。そうなんだ。持って行ってアウトドアしたい。最近あの犬の動画をめっちゃ見てて、ドッグとかキャンプとか行くんです。めっちゃ楽しそうで、ね、はいはい、屋外でホットサンドとかあのご飯とか入って食べたし、私もやりたくてじゃないですか。ホットサンドメーカー買いましたか？すごいな。とりあえずホットサンド。なんでもかんでもじゃないですか。いやいや、それもそれ。あ、このベーグル屋さん知ってます？人気、人気ですよ。めっちゃ好きなの。見ましょう、気をつけて。うん、見ましょう、見ましょう。海苔とお餅、海苔もチーズ。ベーグルはちょっと甘い系で。あ、本当ですか？あ、でもサンドもありますよ。めっちゃやばい、これはやばい。これはやばい。これ買うでしょ。だから私の好きなを。好きな用語を並べてるだけだから。甘い系にしようか、しょっぱい系にしようか、こっちから行こうか。両方行きなんですね。料理多いですね。多いね。かき氷じゃないんですよ、今食べたいのは。なんか梅子さん、あんまりかき氷あれですよね。そう、なんか水じゃんみたいな。女性氷じゃんみたいなところが。なるほど。待って待って、そこ？なんか食べます。メンチカツが有名。あ、そう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 。メンチカツってどこだっけ？あ、違う、通り過ぎた。これか、これだね。でも昨日メンチ作ったんです。うん、そうそうそう。でも食べたいんですね。そういうのしか。松坂牛つけにってマジで？松坂牛と、あ、豚3分の2ぐらい。怖っ。松坂牛入りメンチ作ったんですか？料理教室で作って、あ、メンチを作ったんですか？自分の家でやるときに牛同士みたいなのを探したんだけど、なくて、松坂牛かな。ふるさと納税の？違う違う、食ってて怖い。まあ、美味しかったならいいか。美味しかった。
でも買ってすぐ作らず、めんどくさくなって、ちょっと2日ぐらい置いちゃった。数ヶ月殺しじゃないですか。材料は揃えるけど、めんどくさい。大葉のミートマッチくらい。まずはメンチになった。私のやつより衣がね、薄い。私昨日なんか普通に作ったつもりがなんかすごい衣厚い。玉ねぎは少なめで、結構多く入れちゃって、なんか柔らかくなっちゃった。つなぎも入れたんですか、卵さ、本当は卵の黄身だけ入れてくださいって書いてあったんだけど、まあいいかなと思って入れちゃったら、結構柔らかくなった。多分玉ねぎじゃなくて、白身のせいだと思いますよ、それ。そうなのかな、でも美味しかったから大丈夫。まあそうなんですけど、肉の味が絶対その方が濃かったはず。松坂牛全力で殺しに行ってるじゃないですか。なるほどね。今度、お料理シリーズやりますね。メンチカツ作り。ちょっと松坂牛怖すぎるの。揚げ物好きだわ。揚げ物いっぱいするのすごいですね。楽じゃん、やっぱ早いし。油跳ねるけど、固めるテンポ。まあそうですけど。ちょっと旦那にやってもらって。嘘でしょ。お、見て、ブレーキ。スイーツで一番好きなのは何なんですか？一番好きなのはソフトクリーム。なんかさっきマグリソフトクリームあった。言ってます？あ、全然外で食べる。ナルトにしようかな。早いな。変わるの？お願いします。だから言うたやないですか。ミルクとセサミってセサミ。セサミ。あ、ごまですね。ごまとミルク。ごまとチョコレートとごまとミルクです。美味しい。めっちゃ美味しい。どっち食べました？どっちも食べたんだけど。ちょっと待って。特にいい、ミルク。ミルク美味しい。めっちゃ美味しい。買ってるじゃん。さっぱりだ。美味しい。台湾雑貨発見しました。台湾茶カフェ。あ、でも閉まってるわ。めちゃくちゃ閉まってるじゃないですか。閉まってました。あ、でも来週ね、台湾フェス行くんだよね。台湾フェスね、行きましょう行きましょう。結構行ってこいですけど大丈夫ですか？大丈夫。もう結構お腹いっぱいだよね。こういうところで食べるとなんか満足度が高い。良かったです。おめこさんでもあんまりアクセサリーしないですもんね。気になるから取っちゃう。保険すらもうできないからね。買ってもなくすし、買ってなくすし、気になるし、あんまりそのだけいいことない。なるほどなるほど。ちょっとじゃあ大阪と九州の自撮り待ってますね。はい。旦那と行くんですけど、旦那は気配を消してくるから。撮影してる。でも今までに。そういうことってあるんですか？その撮影するときにご主人も横にいて、みたいな。あの旅行行った先で撮影しようとしてだけど、なんとなくさ横の人がさ何も喋らないでさ撮ってるとこっちテンション下がるじゃん。下がる。なんかだからもう今回撮らないとか言って撮影中止してやめたりとかが多かった。あ、そうですよね。ちょっとした旅行気分。新大久保の時も言ってた。東京ちょっと行っただけでこうちょっと異世界やったから、いいね、自然です。